さあ東京のメインです。東京のメインは11レースのテレビ静岡賞、4歳以上1500万下ダートの2100メートルにご覧の15頭です。解説は大川圭次郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。一番人気が関西馬エイシンライジン、この評価はどうでしょうか。これは一番人気にするのはかわいそうなぐらいね、いい勝負ですよ。そうですか。何が一番人気になってもおかしくない。票数の上で一番人気がエイシンライジンだからということなんですが、それだけプレッシャーがかかるとすればですね、非常にかわいそうだなという気がする。私はもうこんな難しい競馬はないと思ってますよね。特に注目されている馬は、強いて言えば私が人事馬をつけたシンボリシンフォニーなんだけど、はい、これでも絶対勝てるなんて言えませんね。難しいですね。シンボリシンフォニーも関西馬です。 2100m 正面スタンド前からのスタートとなります。さあ枠入りは順調です。どうでしょうお母さん、ペースは流れは落ち着きそうですか。やっぱ早くなるでしょう。早くなりますか。6600円行くと思いますからね。はい。さあゲートインが進んでいます。ダートの2100m、 ダートは量です。体制完了。ゲート開いてスタートが切られました。まずまず揃ったスタートを見せました15頭です。さあ6面6匹が行きます。ピンクの帽子、6面6匹が予想通り行きました。ゼッケン14番、そして外から15番の IQ ベストも行きます。IQ ベストが2番手、3番手北三武蔵、そして4番手内に入れて関西馬アドマイア菩薩が4番手につけました。そしてシンボリシンフォニー、オレンジ色の帽子も外から4番手から5番手追走です。1コーナーカーブを曲がっていきます。15頭先頭に立ったのは予想通り6面6匹です。6面6匹が今1馬身のリードを取りました。 IQ ベスト2番手、3番手に関西馬アドマイア菩薩、それから黄色い帽子9番の北三武蔵です。第2コーナーのカーブからさあ向こう流しに入っていきます。先頭は6面6匹、この馬が逃げています。ピンクの帽子、1馬身半のリードがあります。さあその後ろですが IQ ベストが2番手につけました。15番の IQ ベスト柴田義富です。その後方ちょっと切れました。黄色い帽子北三武蔵アドマイア菩薩並んでいます。それから12番のシンボリシンフォニー関西馬、そして最上でドンです。エイシンライジンはここです。7番のエイシンライジン青い帽子、そして4番の空のキャンパス、8番が鹿島ラージャ、そしてオレンジの帽子が休み明けダッシュ不動です。ゼッケン2番が菊野源氏、ゼッケン10番が雄和帝王です。そして赤い帽子がスーッと行きましたメジロシャガールです。さあその雄和帝王の後ろですがマッケン王将が行っています。そしてその向こう側から青い帽子がちらっと見えたかエプソム女王。さあ第3コーナーのカーブにかかっていきます。15頭です。先頭に立っているのは14番の6面6匹です。6面6匹が逃げています。 3,4 コーナー中間地点、大欅の向こう側1馬身のリード、そして IQ ベスト変わらず2番手、 IQ ベスト変わらず2番手600を切りました。その後方はちょっと離れました。1番人気の関西馬7番エイシンライジンが3番手。さあ4コーナーカーブから最後の直線コースに入ります。6面6匹が逃げる、6面6匹が逃げている、あと 400m。 さあ外から一気に来ました。エイシンライジン来た。関西馬エイシンライジンがここで先頭に立ちました。エイシンライジンが先頭に立ちました。そしてムチを必死に入れて6面6匹に待っている、6面6匹粘っている。2番手内から1番のアドマイア菩薩関西馬、あと 200m。 先頭は完全に7番関西馬エイシンライジン。エイシンライジンが差を広げる、エイシンライジンが差を広げる、あと 100m。 さあ内から2番手争いはアドマイア菩薩か。さあ突っ込んできた、ダッシュフード、ダッシュフードも突っ込んできてる、ダッシュフード突っ込んできたかどうか。2着争いは微妙です。勝ったのはエイシンライジンです。関西馬人気に応えました。勝ち時計が2分12秒に、勝ち時計が2分12秒2です。さあゴール前です。大川さん、はい、エイシンライジンが力強く抜け出しました。楽でしたね、こんな強いんですかね。はい、私一番人気で、まあ、かわいそうだと言ったぐらいなんですがね、とんでもなかったですね。はい、あの直線4角3番目になった時にね、スーッと追いついて直線持ったままでしたもんね。こんなに強ければこれは一番人気になって当たり前でしたね。そうですね。2着争いでね、はい、2着はあのアドマイア菩薩ですね、うちのあの白い帽子ですね。そして外からダッシュ不動、ダッシュ不動とその外が4着ですね。そうですね。5着が、IQ ベストですかね。はい、この辺りの体勢は微妙です。テレビ静岡賞勝ちましたのは関西馬エイシンライジン、人気に応えました。目白しゃがる